ロード・オブ・ドラゴン、ドラゴンの支配者。エクストラで登場した、ドラゴン族を、効果の対象から守る効果モンスター。遊戯王で、対象という用語が登場したのは、このカードが初めてなのだが、第1期は、サンダーボルトやブラックホールなど、対象を取らない除去が多かったため、このカードの効果は、実感しにくいものであり、また、当時の基準から見ても攻守が弱く、支配するドラゴン族と、サポートの共有もできないため、フィールドに出ればヘイトが集中し、早々に退場することも少なくなかった。現在では、第4期に登場した、ユーマジンキングドラグーンの融合素材として、融合破片を使用することで、より安全に、フィールドに呼ぶことができ、昇魔装着の登場で、魔法使い族とドラゴン族を、一緒に強化できるようにもなった。リメイクカードには、指定されたドラゴン族サポートカードをサーチできる、ロード・オブ・ドラゴン、ドラゴンの統制者がおり、専用サポートのドラゴンを呼ぶ笛は、今なら統制者の方が使いやすい。2枚目のリメイクカード、ロード・オブ・ドラゴン、ドラゴンの独裁者は、ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴンをコストにすることで、墓地肥やしや、特殊召喚が行える。関連カードには、ロード・オブ・ドラゴンの、嫁や彼女等は刺される。ドラゴン・ウィッチ、ドラゴンの守護者も登場した。ゲームボーイ版、ジュエル・モンスターズシリーズでは、効果を持たない、ノーマルモンスター版のテキストがあり、数多くのドラゴン族を、支配する力を持っている魔術師、と説明されていた。原作、アニメのどちらにも登場するカードだが、特に、アニメでは出番が増えている。デュエルモンスターズクエスト編、第45話、デュエルモンスターズクエスト3、マスターオブドラゴンナイトでは、ドラゴン族以外は戦えない、ドラゴンの聖域で、フィールドの床に、大きく映し出されていた。バトルシティ編、第54話、この街はバトルシティとなる。原作の初登場と同じく、デュエルロボが使用するも、オベリスクの巨神兵に吹き飛ばされ、バトルシティ編では、まだ序盤の第68話、見えない敵、シーステルス2。仮面をかぶらない仮面コンビを相手に、笛に投入で、ブルーアイズホワイトドラゴン3体と、ダイヤモンドドラゴンを呼び、オベリスクの巨神兵の生贄を作り、自らは、ゴッドハンドクラッシャーのコストになった。その後は、バトルシティ途中の、ノア編第108話、さらわれた木馬、海馬対サイコショッカーで、ビッグファイブ、大門小五郎戦の、海馬のデッキマスターとして選択され、ファラオの記憶編、第200話、動き出した闇のバクラでも、登場はするのだが、この話は、王様のパジャマ姿や、ブレまくる社長の作画など、見どころが多すぎて、ロード・オブ・ドラゴンを見ている場合ではない。他のアニメシリーズにも登場しているが、珍しいものには、遊戯王セブンスの、第43話、開幕、チームバトルロイヤルで、まだカード化されていないオリジナルカードとして、悪魔族になった、ローグ・オブ・デーモン、デーモンの使役者が使用されていた。